全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の山崎です。人数とコンディショナーの違いって何ですかねと最近疑問に思い始めました。小学生の頃はリンスを使っていましたが、高校生頃よりいつの間にかコンディショナーを使っていました。個人的にはリンスは子供が使うもの、コンディショナーは大人が使うもの、つまりコンディショナーを使うということは大人の階段を上ったということなんて理解していました。さて、よくリンスとかコンディショナーはシャンプーと違ってすぐに流してはいけない、少し時間を置いた方が良いなんて聞いたことありませんか？最近ちょっと髪の毛に気を使うようになり、少し寝かせるようにしました。シャンプーを流した後、リンスまたはコンディショナーをつけてしばらく放置。この放置をしている間にじわじわと美容成分が髪に染み込む、そんなことをイメージしていました。ただ待っているだけでは時間の無駄なので、その間は体を洗います。最近メンズ用の石鹸を使うようになりました。そのメンズ用の石鹸の歌い文句は頑固な汚れ皮脂もさらっと流すです。メンズ系の化粧品はどうしてもこう汚れということは使いたがるのでしょうか。まるでメンズが汚いもののように扱っているとしか思えません。そんなに汚いものでしょうか？いえ、違います。メンズは汚くないです、なんて考えながらゴシゴシ洗っていました。不思議ですよね。足のかかとをあたりをこすると赤が出てきます。皮脂の老廃物をゴシゴシ落とすと、なんか生まれ変わった気分になります。まるで蛇が脱皮したかのように。そんなこんなで僕の入浴タイムは終わりです。髪の毛をタオルでゴシゴシと拭いてドライヤーで乾かしていた時です。あれ、なんか髪の毛がねっとりしてる、なんか違和感がありました。あ、コンディショナーを洗い流してない。せっかく乾かした髪をもう一度洗い流すと泡が見えました。やっぱりコンディショナー洗い流してなかったんだ。もう一度髪の毛を乾かさなければいけません。ああ、いつもと違うことをすると失敗してしまいますね。障害年金も同じです。障害年金の申請を自分でやってみると、慣れていないせいでいろいろと失敗をしてしまうことでしょう。間違った書類で申請をすると、最悪本来なら正しく申請をすれば障害年金を受給できたにもかかわらず受給できないということがあります。あなたにそんな失敗をしてほしくはありません。手間ばかりかかってやっとの思いで申請をしても不支給、こんな経験したくないですよね。手間をかけずに障害年金の受給率の成功率を上げたいのであれば、私たち全国障害年金パートナーズがお手続きをします。今なら無料判定を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。長い時間コンディショナーをつけていたおかげで、いつもより髪通りが滑らかでした。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。またあなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。